ね、はい、これね、魚ってみんな同じなんだけどねこっちからいきますね、気持ち悪がんないでね、そんなこと言わないで、ね、はい、こういう風になってます、ね、いいっすよ、卵入ってないね、なんか入ってるね、ほら、魚が食べてるね、これね、ほら、ね、こういうの入ってます、消化しね、こういうの入ってますね、あれ、ゴミ箱持ってきてくれる、ゴミでなんか餃子バットでもいいやね、これ、はい、でもこんなのしか入ってないのよ、これね、はい、こういう感じですね、はい、はい、お腹の中こんなもんしか、こうです、綺麗でしょ、で白身ですね、はい、そっち見えないよね、はい、これ下ろしたらこういう風になります、白身ですね、頭こうですね、兜割り行きましょうか、私残酷なわけじゃないですからね、勘弁してないね、血が飛んだらごめんよ、血が飛ぶかも、はい、こんな感じです、カブト焼きするね、はい、これがサメの中、何も入ってないでしょね、サメ本当こうなんですよ、はい、はい、ね、白身でしょ、これね、あの今日はもう食べないですよ、食べないですけど、冷凍してすぐおろしたらこれ煮つけて美味しいです、手元鮮度のこれ刺身で食えます、ちょっと湯引きして酢味噌で、はい、はい、これね、カブト割りにしたの、こういうのね、サメのカブト割りです、じゃあここに置き入れますね、ね、はい、ね、これ赤ん坊入ってればよかったね、入ってなかったね、後ろにいるからね、包丁飛ばすわけにいかないから、静かにやるからはい、こんな感じです、はいね、はい、綺麗な白身でしょ、ね、はい、美味しいよ、サメってみんな食べてくれる、ほんと銀サメにしてもすごく美味しい、私間違えて皮食べちゃって最悪だったけどね、いろんなもん食べました、でも美味しいです、寿司でも使いました、はい、これなんだっけな、ドチザメを 3,4 年前にここでおろして、で冷凍して、それで TBS の生番組に持っていたことあります、そしたらある女の子はね、もう気持ち悪くて食べられなかったけど、他の子はみんな食べてましたね、はい、じゃあこれ一回こんなでいきます、